はい、まあ、というわけで、気合が我々も入っているわけなんですけれど、その春日一番という、まあ、今回キャラクターからとにかく決めたということで、このプロジェクトの、まあ、あくまでも象徴であり核となる、キャラクターなので、今回はイメージを先に固めるための意味合いもありまして、珍しくプロジェクトの初期段階でオーディションを実施して やったね、はい、かなり真剣に選考を重ねてですね一番に命を吹き込む方を決めさせていただきました、ね、じゃあもう映像をご覧になってお気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、神龍が如くプロジェクトで、主人公春日一番を演じられる方を紹介します、はい、この方です、どうぞ。はい、この度神龍が如く龍が如くオンラインで春日一番を務めさせていただきます、中谷和弘です、どうぞよろしくお願いいたします。はい、錦木ですよね皆さんご存知ですかね、はい、まあ、一応説明しておきますと、龍が如く、はい、まあ、初作ですね、12年前にあった龍が如くの一作目で、桐生一馬の、まあ、親友であり最大のライバルである、まあ、キャラクターで錦山明というキャラクターがいるんですけど、そちらを実は演じられてたのが、まあ、中谷さんでございます。でその後も、まあ、スピンオフタイトルなどなど、まあ、龍が如く、はい、まあ、都合3回4回ですか、そうですね、極みも入れて、はい、ご出演いただいていたので、ファンの方は顔なじみかもしれませんし、知らないという方もいらっしゃるかもしれませんけど、今回は、本当にやらせなしで本当に最後3人まで残って、うん、はい、まあ、舞台やってる方とかいろいろ、まあ、声優で有名な方とかいたんですけど、なんだかんだ勝てなかったですね彼の魅力にはね。ありがとうございます。うまかったです。いや結構その、まあ、台本も当日渡しで何のプロジェクトかも教えず、はい、何のキャラクターかも教えないオーディションというすごいのをやってですね、まあ、当日いきなり来て台本を渡されて、はいはい、なぜか俺にプレッシャーをかけられて勝ち取ってくれって言われてそうですね、取ってよっておっしゃっていただけて、どうでした、はい、実際オーディションやった日は。いやもう本当に久しぶりに横山さんから直接ディレクションをしていただくっていうのもなかなか最近だとなかったりっていうところもあって、まあ当然その内容は知らされてなかったですけど、こういうプロジェクトだっていう、ただやっぱりどうしても撮りたいなっていう、その僕を呼んでくれたっていう、やっぱりこの龍チームの皆さんに恩を返したいっていうのもあったんで、気合の表れではあったんですけど、まあ、台本が結構あるんです。で、はい、まあ、そのね、いろんなシーンがあるんですけれどね、まあ、最初の一声目を聞いたときにやっぱ他の演者さんとは全然違う演技をされていて、ね、まあ、そのもうピンと春日一番というキャラクターはこれだって、まあ、僕と直さんの間でも決まったので、うん、もうこれにしようっていう形でやらせて決めさせていただきます、うん、でもやっぱりその本当にその後名越さんと横山さんから、うん、次の10年は君だからとあなたで飯を食わせていただきますって言われた時に本当に嬉しさと同時にゾッとしたっゾッとそれでまた泣き崩れゾッとはしないでください。でも頑張って、いや続くかどうかはもうお互いの努力次第なんで、はい、僕が一生懸命、はい、頑張って、はい、まあ、まだプロジェクトは始まったばっかりですし、本当にこれから、いろんなものを積み上げて作っていくんですけれど、ね、この中谷和弘さんがやられる春日一番とともにこのプロジェクトは発展していければと思ってますと、はいはい、まあ、なかなか、まあ、言葉でね、まだまだ今からね、うん、話すことは今からだと思うんで、そうなんですよ、まあ、今日なかなかその龍が如くオンラインのこともその新龍が如くの家庭用ゲーム基盤の方のこともなかなかお伝えすることが、まあ、詳細できないんですけれど、はい、そうですね、ここで、まあ、中谷さんの実際その